皆さんこんにちは、大地です。なんか私、まあまあいい年なんですけど、これまで、いろんな人がやるべきことというか普通にやってることをやってなくてですね、保険というものに入ったことが、まあなんか強制加入みたいなものはあるんですけど、やれ生命保険だ医療保険だっていうようなものに入ってなかったんですけど、最近、まあ、会社をやることになりまして、で、まあ、今までも別に自分一人の人生だとも思ってなかったんですけども、自分の健康状態だとか何だとかが社会にとかね、いろんな、まあ、会社にもそうだし、そこの利用者にもそうだし、及ぼす影響がどんどん大きくなってきちゃってるので、まあ、ちょっと保険に入ろうかと思ったんですね。で、でその時にね、まあ、卒業生にもね、保険やってる人がいっぱいいるので、まあ、親しい人にこう相談した時にね、この人世界一の営業マンだなと思ったんですね。世界一の営業マンだなと思った。で、だからこの人に頼もうと思ったんですよ。で、それ何かって言ったらね、別にその人のなんか営業スキルがすごいとかね、提案力がすごいとかっていうことじゃないんですよね。あ、この人俺にとっては多分世界一だろうなと。で、俺が世界一だってその人のことを思うように、この人はすげえ努力するだろうなって思ったんですよね。で、要はね、私のことをめっちゃ真剣に考えて、で、私のためにやれること何でもやってくれて、それは彼からしたら私のためだからなんですよ。で、だからもっとすごいセールスマンいるのかもしれないけど、いやいや、私は別にそっちじゃなくて彼のことを選ぶだろうと。私も彼のことが好きだしね。で、私たちコーチもそうなんじゃないかなと思う。やっぱりその人のことが好きで、で、その人のために一生懸命やれることやろうと。で、その人に世界一のコーチだと、私にとってはあなたが世界一なんだって言われたら嬉しいし、言われるためだったら、なんかやっぱり自分はもっと努力をしたい、いろんなことを工夫したいと思ったら、あなたはもう世界一のコーチなんですよ。だからアンソニー・ロビンスだけがとか言ったら、またアンソニーは話してもらえる。アンソニー・ロビンスだけが世界ナンバーワンコーチなわけじゃなくて、誰か、そのクライアントにとってはあなたが世界一になれるんだと。そしてクライアントはもしかしたらなんか有名なコーチよりもそういう人を求めてるのかもしれない。なんかそんな風に考えてみることはね、私たちを変えてくれるのかもしれないし、で、子供にとってはあなたは世界一のお父さんだったらお母さんだし、ね、友達にとっては世界一の友達だし、で、それは私たちがそうありたいと思ったらそうなることができるんじゃないかなって。これもね、なんか私にとっては希望のある話ね、紹介しますので参考まで。それでは。